アリアルとリリアルのメカアリーナ実況、ついにカービンのキーインプラントをゲットしました。早速強化していきます。まずは毎日買い集めたレアインプラントをスクラップにします。かなりクレジットを使ってます。トーナメント頑張ればギリギリ黒字になります。無課金だとこの方法しかありませんから頑張りましょう。一月に1万パーツくらい貯まります。集め始めたのが遅かったですけど3万くらい貯まりました。レベル2は500、レベル3は2500、レベル4は5000、レベル5は15000、そしてレベル6は4万。無課金で手を出すのはちょっと無謀でしたかね。コスパ的にはランク4でやめて他に回すべきだったかな。レベル4だと8000パーツでリロード 4.15 両ですね。レベル5で23000、3.6 両。レベル6で63000、3.1 両です。ちなみにレアだとレベル6で2245万、4.9 両ね。確かにレジェンドのレベル4がコスパいいですね。まあ今は強化されたインプラントの力を見てみようか。マップはトンネルオブフェイトですね。地味に他のインプラントの等級も上がってます。またボットの動きが変わりましたかね。最初にボットいる方に動こうとすると逃げられてる気がするね。ランダムパターンが増えただけかもしれませんけど、相変わらずこのマップは坂道安定だね。ナイスダブルキル。さて肝心のリロードは、体感でもかなり速くなりました。これなら相手の復活を待つより他の敵を探した方が稼げるね。体力が持つならですけど。別の場所に行くか迷ってたら新手が来てくれた。後ろのアレスに照準取られました。本当にエイムアシスト切りたい。ゼファを落とせなかったのは痛いです。とどめ、スキルは使われたか。味方さん、右残りですね。リロードを避ければやられたため、次はパラゴンです。ビーム装備ならタックルでサクッと。ラグかと思ったらもう一機来てます。姿勢外れた瞬間に復活したのか。なぜか狙いを変えてくれて助かりました。リスポーンタイミング把握できてなかったね。倒すのが早すぎるとそんな弊害もあるんですね。ここでランページ、リロード速度をそれほど活かせてないな。キル数はいつもと同じくらいです。ラストアタックでどれだけ伸ばせるか。都合よく右残りが来てくれました。タックルがセットで、当ててれば倒せてたのに。次はリロード速度を生かした動きをしたいね。まずはマット確認して、右に来てますね。左に行ってた敵が戻ったし、やはりランダムな動きかな。ちょっとエイムが遅れてますよ。ギリギリダブルキル。ここで中央に出るべきなんでしょうか。上手い人は順番に撃破して足を止めないイメージだね。真似すると被弾しすぎてやられるんですよね。で、中央からこっち来た。味方さんとやり合ううちにいたと思うんですけど、結構体力削られた。やはりここで待ち伏せになっちゃいますね。一方的に撃てるのが美味しすぎるからね。あと1分です。リスポーンが途切れたら前に出よう。ラグで体力バーが当てにならないのは困ります。
弾が足りない。リロードが早くなったので十分間に合います。ゼファーさんはやらせないよ。倒したと思ったら真後ろに荒手です。さっきのガーディアンと同じパターンだね。良い感じに正面で復活してくれてますね。ジャベリンは避けれない。ジャベリンで前に出てくるのは珍しいです。よし、中央に行こう。あと15秒ですね。うん、バリアまで全開か。もう一気いけるかな。体力は耐えてちょうだい。ナイスリロード。ギリギリだったね。19対6で勝利です。26キル、いい感じだね。強化前は平均20キル程度でしたね。スコアは540ポイントだね。強化してから500ポイント超えが結構増えました。ストーカーがカンストすれば平均500ポイント超えるかな。もうちょっとで必要資金貯まるので楽しみです。といったところで今回は終わりです。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。